こんにちは、高瀬俊介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。今回のテーマは、「大好きな彼が実は嫌だと感じていることとは?」ということで、えー あなた自身がですね。思い浮かべる。あの人が実はちょっと嫌だなとか。まあ迷惑だなと思っていらっしゃること。それが一体どういったものなのかというところをですね。今回は見ていきたいと思います。まあなた自身はですね。お相手の方のことを思ってやっていたこととしても、それがかえってお相手の方にとってはま迷惑になってしまって、まそれが原因でなかなかこう関係が進展していかないっていうこともありますので、事前にそういったことが何かあるのであれば知っておくと。とま今後の2人の関係性がですね。 まあ、良い方向に発展していくのかなというふうに思いますので、えー、今回はですねまあ、お相手の方がちょっとまあ、迷惑というか嫌だなというふうに感じていらっしゃること、えー、それをですね今回見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは今回もカードを3種類ご用意させていただきました今回は黄色のキューブ赤のキューブ青のキューブとさせていただきましてこの中からお好きなカードを一つお選びください 複数のカードで迷われている場合は、最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思います。それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。 それではまずはじめにこちらの黄色のキューブをお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい。それではまずはじめに黄色のキューブを選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。え今回は大好きな彼が実は嫌だと感じているあなたの言動はということで、まああなたあに対してお相手の方がちょっとここは直してほしいなであったり、まああなた自身がお相手の方のことを思ってやっていることが、まあ、実はこう裏目に出ていたということですね。まあそれは一体どういったものなのかというところを今回見ていきたいと思います。えそれを踏まえてですね、黄 ののキューブをお選びいただいたただ方のカードを見させていただいたところといたしましては、まあ、お相手の方がですね、まあ、あなたに対してどういったことを思っているのかそれぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思いますまずこちらのカードになるんですがこちらのカードが表すものといたしましては、まあ、迷いのなさであるとか、まあ、集中しているっていうことを表したりするんですが、まあ、今回で言うと、まあ、決断力の高さですね表しているカードになるかなというところが見て取れます、まあ、すなわちですね、まあ、お相手の方はあなたがなんかこう 正しいと思っていることはもう正しい間違っていることは間違っているといった形で、まあ、きっぱりとこう決断をするというところに対して、まあ、すごくこう魅力に感じていらっしゃるといいますか、まあ、尊敬をされているというふうにもですね、まあ、捉えることができるのかなというところがありまして、まあなたのそういったなんかこう決断力の高さですね、えー、まあ間違っていることはちゃんと間違っているときっぱりとこう自分の意見を言えるところですね、まあ、そういったところがお相手の方にとってはすごくこう魅力的に映っているというところがまずこちらの カードととしてては見て取れるところになりますでそあ下のカードもですね、えー、何かこう信念を貫くということで、まあ、自分が一度こう決めたことに対してはまっすぐとこう取り組み続ける、まあ、途中でえ挫折するのではなくてこうしっかりと取り組み続けるそういった姿勢がですね、まあ、お相手の方はですね、まあ、あなたのすごくこういいところだなというふうに感じていらっしゃいます。 はいでまあ、そういった、まあ、決断力の高さであるとか、まあ、信念を持って行動することによって何かこう不足の事態がですね、まあ、起こった時にもそのトラブルを乗り越えられたりだとか困難な事態をこう対処している姿、まあ、そこがですね、まあ、お相手の方すごくこうあなたのいいところと言いますかそういった部分にもですね、まあ、お相手の方は惹かれていらっしゃるのかなというふうなところが見て取れます。でそういったたたああなな自身のの姿をを見ててですすね、まあ、周りの方もあなたに対してすごくこう信頼を せているであったりだとか、あすごく評価があで、えー、高くなっている状況をこちらのカードが表しておりますので、まあそういったあなたの姿はですね、まあお相手の方は魅力的に感じていらっしゃるというところはまず出ております。で、まあ今回のテーマのですね、まあちょっと、えー、直してほしいであるとか、まあ実は嫌だなというふうに感じているというところに関しては、まあこちらの二つのカードが表しているのかなというところが見て取れるんですけれども、えー、まあその自分自身のことであったり、何かあ,あなたは 自身があ取り組んでいらっしゃることについては先ほども言ったように、まあ、決断力が高かったり信念を持って取り組むことができるんだけれども、えーまあ、お,相手のお,お相手とのことに関してはちょっとそれが変わってきていて、えーまあ、お相手のことに関しては何かこう優柔不断ですね、えー、こちら優柔不断っていうことを表すカードになるんですけれどもなかなかこう決められなかったりこう自分の意見を言えないっていうところですね。まあ、あなた自身が、まあ、お相手のこと をまあそういったところがふ普段の姿を見ていてなぜじゃあ2人のことになるとそうなってしまうんだろうかというところに、まあ、お相手の方はまあちょっと疑問ではないですけど、まあ、ちょっとなぜなんだろうというふうなことを思っていらっしゃるのかなというところが見て取れます。 こちらのカードも自信喪失ということでふ普段は自分に自信を持って行動しているのに2人のことになるとちょっと自信なさそうな姿そぶりですねそういったものを見せているというところにお相手の方は普段通どりに接してくれたらいいのにという形で思っていらっしゃるというところが出ておりますので嫌だなというほどではないんですけれどもふ普段のあなたのままですね人と あなたとお相手のです、ねえー、間の時にも普段通りにりに接してほしいというふうに、まあ、お相手の方は思っていらっしゃるというところが出ておりますので、まあ、お相手の方に気を使うということも大切なんですけれども、まあ、お相手の方自身は、まあ、あなたの、まあ、自分の意見であるとか何かこうね、えー、やりたいこととかをこう言ってほしいというふうなことを思っていらっしゃるというところが出ておりますので2、まあ、人の二人になった時にもですねこう何かこう自分 の意見を言えるような形で、えー、接していただけるともっとですねお相手の方をまあ、引きつけることができるのではないかなというふうに思いますのでまあ、そこをですね意識していただけるといいのではないかなというふうに思いますはい、えー、ということで黄色のキューブをお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです はいそれでは次に赤のキューブをお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、今回は大好きな彼が実は嫌だと感じているあなたの言動はということでまあ、お相手の方がまあ、ちょっとここは直してほしいなであったりまあ、実はちょっとこういう部分があなたのこういう部分が嫌だなという風に感じているところをですね見ていきたいと思います、えー、それを踏まえてですね赤のキューブをお選びいただいた方のカードを見させていただいたところといたします ましてはお相手の方があなたに対して今嫌と感じていると言いますか、まあ、ここをこうしてほしいなというふうに思っていることといたしましては、もっと何かこういろんなことに興味を持ってほしいというふうに思っていらっしゃるというところになります。えどういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。えまずはじめにこちらのカードが表すものといたしましては、何かこう豊かな感受性であるとか、まあ、好奇心旺盛ということをですね表すカードになっておりまして。 まあ、お相手の方が、まあ、あなたに対して、まあ、ちょっといろんなものに興味を持ってほしいというふうに思っていらっしゃるという気持ちがですね、こちらのカードには現れております。まあ、そういった形で、あなた自身にもうちょっとなんかこう、視野を広げてほしいであるとか、も、ま、う、あ、いつもこう、取り組んでいるもの以外のことにもなんかこう、興味を示してほしいなというふうに、まあ、お相手の方が、まあ、思っていらっしゃるのかなというところが見て取れます。 はい、で、えー、その下のカードになるんですがこちらのカードが表すものといたしましては何かこう満たされない思いであるとかマンネリ感というものを表すカードになっておりまして、まあ、あなたとの関係性についてですね、まあ、お相手の方が、まあ、ちょっと刺激のない関係であるとか、まあ、いつもこうありきたいな会話をしているということに対して、まあ、ちょっと飽き飽きしているということをですね、えー、表すカードになっているということからもですね、まあ、お相手の方がですね、まあ、ちょっとあなたと、うん、ですね まあ関係性において、まあ、ちょっとこう飽きつつあるのかなというところがこちらのカードにはですね、えー、出ているメッセージとなっております。 で、えー、そういったいわゆるマンネリ感がですね、えー、今後どんどん膨らんでいってしまうとこちらのカードが表す通り、り、まあ、あなたに対する嫌な感情ですね、えーまあなたの嫌な部分がどんどんこう目につくようになっていくというところがですねこちらのカードとしては出て、えー、おりますので、まあ、そうならないようにですね、えー、していただくのがいいかなというところがあります。 で、まあ、どういうふうなことをしていけばいいのかというところについてなんですが、まあ、こちらのカードが表すところといたしましては、まあ、共感をですね、表すカードになっておりまして、まあ、お相手の方とですね、まあ、共通の話題ですね、共通にまあまあ盛り上がれるような、何かこう話題とかをこう作ることが大事だというところが出ておりまして、まあ、そういったですね、例えばお相手の方がまあ熱中されている趣味のことを、まあなた自身も始めてみたいだとか、何かそれ以外にですね、2人で、えー なんかこう一緒に盛り上がれるようなあ何かをこう作ってみるとかですね、まあ、そういった何かこう共通の話題をこう増やせることによって、えー、そういったまあいわゆるマンネリ感によるまあ嫌な感情っていうのをまあ取り除くことができるといったところが出ておりますので、まあ、そういったあです、ねまあ、取り除くことができると同時に2、まあ、人の関係っていうのがより深まっていくというところがですね出ておりますので、まあ、そ,れそのためにもですねやはりこう、まあ、いわゆる見聞を 広げるるっっていう意味でも意味味ででももものカードだったりもするんですんけれども、まあ、そういった意味でこうちょっと視野を広く持ってみて今までこう自分が興味のなかったものについてもちょっとこうね調べてみたりちょっとかじってみたりですね、えー、してみるのがいいのではないかなというところが出ております。はい そういったことをしなければこちらのカードが表すところといたしましては崩壊とかですねショッキングな出来事が起こるということが表されているカードなんですけれどもいわゆるお相手の方との大喧嘩であったり別れとなるような出来事が起こってしまうということがですねこちらのカードとしては出ているところになりますのでそういったですねいわゆるちょっと努力ですねというところをしていただく方がいいのかなというところがあります。逆に そういった何かこうね、えー、まあ自分自身のこう視野を広げてみる努力をすることによって、まあ、こちらのカードが表すところといたしましては、まあ、いわゆる辛い状況を乗り越えて、えー、ですね、まあ、自分の思う通りになっていくいわゆるまあ大喧嘩とかをしたとしてもその喧嘩を通じてより仲が深まるとかですね、まあ、そういった形でお相手とのです、ねまあ、関係が解消されずに進んでいくというところがありますのでやはりですね、まあ、お相手との関係をですね、まあ、これからも望むのであれば こちらのですねカードが表している通り何かこうお相手の方とこう共通で、まあ、一緒にですねこう盛り上がれたりとか、まあ、熱中できるものですねあ夢中になれることですね、えーまあ、そういったことを何かこう見つけて、えー、ですね、えー、お相手の方とこう一緒にこう楽しめるようなあ関係になっていくといいのではないかなというところですねまあお相手の方はですね、まあ、こちらの、まあ、共感というカードが表しているところといたしましては、まあ、ちょっと自分の趣味を理解してほしい と、ね、まあメッセージともこう捉えることができますので、まあ、まずはですね、まあ、無理やりこうお相手の好きなことを自分もねこう好きになるのではなくて、まあ、お相手のその、ね、趣味とか何かこう好きなものをまあ理解してあげるというところだけでもですね、えー、まあ関係性としては深まっていくのかなというふうに思いますので、まあ、そういった形でお相手の方と接していただけると今後もですね、まあ、より良い関係を築けていけるのではないかなというところが出ております。 はい、えー。ということで、赤のキューブをお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、えー。それでは最後に、青のキューブをお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、今回は、大好きな彼が実は嫌だと感じているあなたの言動はということで、まあ、お相手の方があなたに対して、まあ、ちょっとここは直してほしいなであるとかあ、ここはちょっと嫌だなというふうに感じていらっしゃる部分は一体何なのかというところを見ていきたいと思います。えー、それを踏まえて ですね、青のキューブをお選びいただいた方のカードを見させて、えー、いただいたところといたしましては、まあ、お相手の方があなたに対して、まあ、ちょっと嫌だなというふうに思っていらっしゃることといたしましてはもっとこう自自分を自由にににさせててししいといいいとととうふうに思っていらっらゃるというところになります、えー、どういったところなのかそれぞれのカードを見ながらですねお伝えしていきたいと思います、えー、まずはじめにこちらのカードが表すものといたしましては何かこう解放感というものをですね表すカードになっておりまして えもしかするとですねこの青のキューブをお選びいただいた方は、まあ、お相手の方のことを思ったりであったりとか、まあ、ちょっとお相手の方が心配でちょっとこうお相手の方をこう縛るようなことをしてしまっているのではないかなというところが見て取れまして、えー、それがですね、まあ、お相手の方にとってはちょっと息苦しいであるとかもっとこう自由にさせてほしいというふうな気持ちの表れとして、まあ、こちらのカードが出てきたのかなというところが見て取れます。でえー、まあもっと自由にして ほしいということの背景にはもっとこう自分のことを信用してほしいということの気持ちの表れでもあるかなというところがあって何かこうお相手の方はまあ、あなたが自分のことをこうしっ、えー、束縛するようなことをしてくるというのは、まあ、自分のことを信用してくれていないからではないのかというところのですね、えー、まあ、気持ちも出ているのかなというところが見て取れます。はい なので、まあ、そういった形で、まあ、あ,あなた自身は、まあ、ちょっとお、ね、お、ね、お相手の方のことを思ったりだとか、まあ、お相手の方が、まあ、心配だから、まあ、お相手のことを、まあ、気にかける形で、えー、接していたことをですね、今までお相手の方に、こう、接してきていたことが、まあ、それがですね、まあ、お相手の方にとってはちょっと嫌だなという風に感じられているといったところが、まあ、こちらのカードとして出てきているところになります。なので、まあ、そういったちょっとお、お相手の方に対する接し方、 っていうところをまあ変えることによってまあこちらのカードが表すものとしては何かこう気力がよみがえるっていうことをですね表すカードになっておりましていわゆるあなたのことを好きだという気持ちがもう一度こうね湧き起こってくるというところですねまあ現状ですねまあちょっとお相手の方はまあ自分の行動が制限されていることによってですねまああなたに対するちょっと気持ちというものがまあちょっと減りつつあるというところが出ておりますのでまあそういった形でちょっと お相手の方をまあ信頼すると言いますか、まあ、お相手の方にちょっと自由度をですね、えー、与えてあげるっていうところが重要になるのかなというところが出ております。 で、こちらのカードが表すところといたしましても、何かこう気持ちを受け止めきれないっていうところを表しておりまして、まああなたからのですね、えー、まあすごい、愛とかはですね、すごくお相手の方も感じてはいらっしゃるんですけれども、それをこうちょっと今の現状では、まあ、受け止めきれないっていうところですね。まああなたの気持ちはわかるんだけれども、それに対する何かこう、う お相手の方に対する行動というものがこう愛情としてこう捉えきれないっていうところが、まあ、こちらのカードとしても出ているというところからあお相手の方に対するちょっと接し方っていうのをまあちょっと変える必要があるのかなというところが見て取れます。はい で、えー、そこからじゃあどうしていけばいいのかと言いますとまあ、こちらのカードが表すところといたしましてはなんかこう支援を受けるっていうことを表したりするんですがいわゆるですね周りからのこうアドバイスをまあ求めてみるですね周りの方にまあ助けを求めるということがまあ重要になってきて、えー、現状ですねまあ、あ青のキューブをお選びいただいた方のお、まあ、傾向といたしましては何かこ,うこちらのカードが表す通りなんかこう自分の考えにこう縛られているであるとかこうルール ににここううガガチガチになっってていいるというところがあ,って、まあそれによってこう自分の考えだけしか考えを元にまあお相手の方と接していらっしゃるのかなというふうに思うんですがもう少しですねこう柔軟に考えるといいますか周りの方があーどういうふうな形でこう異性と接しているのかであるとか周りの方のこの恋愛のいろはですね、まあ、そういったものをまあ、ちょっと聞いてみていろんなこうね知識とかを増やしていくことによって、まあ、お相手の方が 方方へのこの接し方も変わってくるのかなとでそれがまあゆくゆくですね、まあ、お,お二人の関係の発展につながっていくというところが出ておりますので、まあ、ちょっと今の時点ではこう自分の考えにこう凝り固まっているというところが出ておりますので周りの方にこうアドバイスを求めてみたりだとか他の人のですね異性との,この接し方恋愛の仕方というところをまあちょっと学ぶ必要があるというところがこちらのカードとして出ているところになります。はい で最後こちらのカードになるんですがこちらのカードは何かこう後ろめたい思いというものを表すカードになっておりまして、えー、もしかするとですね、まあ、お相手の方のことをこの気にかけすぎてしまうっていうのは、まあ、青のキューブをお選びいただいた方が、まあ、過去に何かこう恋愛の、まあ、トラウマとなるようなあ出来事ですね例えばパートナーの方に裏切られたりだとか、まあ、浮気とかですね、まあ、そういったことをされたからこそお相手のことがあこう心配になりすぎてしまう のかなというところがこちらのカードとしても出ておりますので、まあ、そういった過去のトラウマが原因で今の行動につながっているっていうことがあるのであれば、まあ、あすぐにこうトラウマを払拭するっていうのは難しいんですけれどもやはりそのためにもですね自分の考えだけではなく他の人のですねもう考えというところも取り入れていく必要というところがありますので、えー、そういった形でですねまあ、いろんな方とのこのですね、まあ、意見交換ではないですけれども周りの方にもこうね対、えーまあ 助けを求めてみるとうことですね自分だけでこう解決しようとするのではなくて周りにもこう協力を求めてみて、まあ、どうすればいいのかっていうところを考えながら接していくと、まあ、お二人の関係っていうのは今後もより良い方向にこう向かっていくのではないかなというところが出ております。はい、えー、ということで、えー、青のキューブをお選びいただいた方ありがとうございました。少しででも参考になれば幸いです はい。ということで、今回は大好きな彼が実は嫌だなと感じていることとはということで、えー、あなたの思い浮かべるあの人が実はちょっと迷惑だなであるとか嫌だなと思っていることは一体何なのかというところを見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。まあ、あの、お相手の方のことを思ってやっていることがかえってですね、まあ、お相手の方の気持ちを離れさせてしまっているということがあれば、あ せっかくね、えー、こう時間を割いたり、まあ、思いを込めてですね、やったことがまあ無駄になってしまうというところがありますので、まあ、今回お会いの方はどういったところがちょっと嫌だなとか、まあ、迷惑だなというふうに思っているのかというところをですね、えー、見させていただきました。まあ、少しですね、まあ、ちょっと厳しい結果をお伝えすることもあったかもしれないんですけれども、まあ、それがですね、まあ、かえって二人の今後の関係性の発展につながることをですね、私自身もですね、願っておりますので、少しでも参考にしていただけますと幸いです。 こういった形でこれからもですね、いろんなリーディング動画をアップしていこうと思っておりますので、まだチャンネル登録がお勧めなければ、よろしければ登録していただけますと幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。